皆さんこんにちは、ゲンジです。本日は2020年春に絶対に流行るトレンドが、そう、セットアップなんですね。というのも、上下同じ生地、そして同じ色でコーディネートを組むのが2020年の春の大本命の合わせ方、そしてコーディネート例なんですよ。ただなんでそのセットアップが流行っているのかっていうところや、ただ闇雲にセットアップを着ていてもテーラードジャケットの細身のジャケットに細身のパンツとかと決めすぎになっちゃうし、セットアップを着る点において何が重要なのかっていうところを今日は徹底的に解説をしていきたいと思います。で、それらを解説した上で今日はですね、めちゃくちゃおすすめなセットアップのアイテムがですね、いくつもございますので、そちらを今日はご紹介していきたいなと思います。では早速いってみよう。はい、それを本日は今年の春のトレンドを解説しながら、リドムのですね、めちゃくちゃかっこいいダブルポケットブルゾンとガングラブチェックブルゾンとテーパードアンクルスラックスについてご紹介していければなと思います。ということでですね、まずなぜこのセットアップがトレンドなのかについてお話をしていくんですが、一昨年とか去年とかどちらかと結構ストリート寄りのトレンドがかなり多くなってきて、トレンドってもうずっと同じものが流行り続けるわけじゃないですか。逆に反対側のファッションだったりとかコーディネートや系統がふつふつと起き上がって、それがまたトレンドになっていくんですね。なので今年はそういったストリートというトレンドがどん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 落ち着いてきて、綺麗めなファッション、そしてこれからご紹介するようなセットアップ、まあ綺麗めな雰囲気というのが非常にかっこよく、そしておしゃれに見えてくるんですね。今ですね、もうすでに街中見ているとかなり、ね、暖かいアイテムをこう使用したセットアップのコーディネートかなり多く見かけますよね。まだこう寒くない日とか暖かい日とかはかなりおしゃれな方はもうセットアップをしている方も多くいらっしゃいますし、あとゾタウンとかでもトップページのランキングにもセットアップが食い込んできていますよね。っていうように、もう言わずもがなセットアップは避けては通れないというか、絶対にこの春楽しめる組み合わせ、そしてアイテムなんですよ。っていう中でセットアップをじゃあ今年の春楽しむにあたって気をつけなければいけない点がございます。それは何だと思いますか？はい、正解。というのも、決めすぎにならないように気をつけなければいけないんですよ。というのも、それは何を言ってるかというと、セットアップって、まあ、究極のことを言うとスーツなんですよ。成人式の時に皆さんスーツ着たぞと思うんですけども、ビシッと肩のラインに沿ってタイトめなシルエットにワイシャツにネクタイを締めたものすごくフォーマルな格好、あれがまあそういった会社だったりとか式の場面ではちょうどいいんですが、私服で着るとなると決まりすぎだったりとか、むしろなんか仕事帰りみたいな風になってしまうんですよ。なのでそこで重要になってくるのがオーバーサイズっていう点だったりとか、さらにはポケットが大きいっていう点だったり、そもそもテーラージャケットではない形でのセットアップっていうのが非常におしゃれに見えてくるんですよ。なのでセットアップってなんかちょっと難しそうだなっていう印象を持たれていると思うんですけども、まあ、今回ご紹介するセットアップであれば気軽にセットアップが落とし込めてかつかっこよく見えるんですよ。もしこれがチェックのね、テーパードのアンクルパンツなんですけども、これがチェックの細身のテーラージャケットだったらもうホストなんですよ。ホストなんですよね。はい、ただこれが身幅が広く、ベストにはゴムが入っていて、ボタンもめちゃくちゃ可愛く、かつ襟もちょっと広めにして、トレンドのダブルポケットを採用していることによって、どなたでもトレンドの先端を行くかっこいいコーディネートができるんですよ。さあですね、朗報でございます。セットアップのトレンドが来てるがゆえに、めちゃくちゃ僕らにとってはコスパがいいんですよ。というのも、こちらのパンツはかっこよく見えるアイテムはこのアイテムだけではないんですよ。というのも、他のニットやパーカーやコートやめちゃくちゃ着回しのしやすいグレーの配色でいろんなコーディネートに落とし込めるんですよ。で、反対にこれはこれで黒スキニーだったりとか黒のスラックスやベージュのパンツやらデニムやらと非常にバリエーション豊富に合わせられることによって、例えば別々に買うのもいいんですが、同時に買うことによって今年のトレンドも楽しめれば他のコーディネートでも使えちゃうような、非常に何着も何着もさ、なんか春服、まあ、買いたい気持ちはもちろん僕の中にもあるし皆さんだからあると思うんだけど、まあ、実際に現実に買えないとした中で、今年間違いなくセットアップを買っちゃえばこれとこれの組み合わせはできるし、こちらのガンクラブのジャケットとこちらのグレーのパンツの合わせ方もできるというところで、非常にコスパ的にもめちゃくちゃいいんですよ。今たまたま思い出したんですけども、こちらメンズノンノの今年の2月号の表紙ももうテーラードジャケット、もうフォーマルなんですよね。一昨年とか去年とかだったらテーラードジャケットではなく、よりストレートチックなアイテムをですね、モデルさんに着させて撮影した流れがあるかもしれませんが、今年はストリート好きの方はですね、まあよりこう
切れ目なドレッシーな方向に展開した方がいいのかなと思います。僕も切れ目は好きなんですが、かなりねカジュアルなストリートの雰囲気も好きではあるんですけども、今年に限ってはちょっとより紳士的にフォーマルに楽しみたいかなと思います。ということで、ここからですね、実際にアイテムをご紹介しながらよりセットアップについて深掘りしていきたいんですが、こちらの今僕が着ているのも含めてなんですが、ダブルポケットブルゾン、インスタグラムですね、どのアイテムが一番良かったですかっていうアンケートを以前行ったところ、まあどれも僅差でたくさんのねご好評いただいたんですが、比較的めちゃくちゃ多かったのがこの3つのアウターでしたね。というかこの3つのセットアップですねが非常に好評でした。アンケートに答えてくださった皆様ありがとうございます。僕のインスタグラムは下の説明欄のリンクに貼っときますので、よかったら下の説明欄からチェックしてみてください。でですね、結構もう SNS でご覧いただいている方も多くいらっしゃると思うんですが、半端じゃなくセットアップなのにもはかまらず可愛い印象を僕は持っているんですね。というのもセットアップってなんかこうかっこいい、もしくはなんか決めすぎるような印象を冒頭も言いましたが持たれやすいんですけども、今回生地感、そして色味だったりとか、あとシルエットが全て皆さんがおしゃれにかっこよくなることを想定して作っているので、自然と完璧なシルエットに出来上がりました。で今回この2つは無地のアイテムで同じカテゴリーなんですが、こちらに関しては生地を変えています。でですね、これ特に僕の中で思い入れがあって、というのも JKAW で出した価格がですね27,500円と、結構価格もこだわったがゆえにリドムの中でも、まあ、一番価格が高かったアイテムなんですが、リリース後わずか1分で全て完売してしまった、まあ、ものすごく、まあ、伝説級のアイテムで、欲しかったけど買えなかったっていうお声をめちゃくちゃいただいた 19AW のブルゾンなんですよ。でその 19AW 作ったアイテムを 20SS で春素材に切り替えてアップデートしたのが、そうこちらのガンクラブチェックブルゾンなんですよ。でですね、これ本当にクオリティ高くて、というのもまず素材についてお話をしていきたいんですが、近くで寄っていただければ分かると思うんですけども、こちらですね、遠目で見たらベージュかのようなグレーかのようなそんな色味なんですけども、よく見るとですね、こちらベージュとキャメルとネイビーからなる柄なんですね。なのでよくねこうガンクラブ柄、他のブランドでもリリースされていますが、オリジナル色で他にはないガンクラブの柄を採用しました。さらにこう裾のところにはゴムを入れているので、キュッと締まる感じは非常に可愛らしいですよね。ちなみにですね、こちらの生地他のブランドで買おうとしても買えません。というのもオリジナルの素材で作っちゃいました。ですのでぜひね、春先のアウター悩んでいる方はね、ぜひご検討していただければなと思います。それでは早速着ていきたいと思います。せーの、はい、ということで来ました。いかがでしょうか。めちゃくちゃかっこよくないですか。し、何よりですね、可愛さがめちゃくちゃありますよね。すごい気に入ってる。でですね、今回あえて黒スキニーと合わせてみました。セットアップでの合わせ方がこちらなんですが、まあ、ここで何を伝えたいかというと、まあ、セットアップセットアップ言うから、え、何、なんかセットアップで買わなきゃいけないのみたいな、セットアップでしかいけないのって思う方もいると思うんですが、全然実はそんなことはなくて、というのも冒頭でも言いましたが、単体ごとに変えちゃうんです。だから今ねこういったクロスキーと合わせて鉄板のコーディネートを組むのもいいですし、さらにはこちらのコーディネートのようにですね、セットアップで合わせてトレンド風に着こなすのも非常におすすめのスタイルでございます。シルエットなどを見ていきたいんですが、アームは長めに設定されていて、かつ丈は少し短めに設定しています。そうすることによって身幅が広いので、丈もね結構長いとコーディネートの幅っていうのが限定されてきちゃうんですが、非常に着回しのしやすいシルエットになってきています。さらに袖も長め設定してあることによって、この袖のたまりがまたねトレンド感を放出させてくれて、非常に大好きなアウターでございます。もうがっつり伸ばすともう手も出てこないぐらいのサイズ感でございます。僕は結構腕が短めなんで出てこないんですが、まあ通常の方だとちょっとだけ指が出てくるぐらいのサイズ感でございます。いかがでしょうか。めちゃくちゃ可愛いよね。で、なんでこれ身幅の広さ、そしてこの袖の太さってところが半端じゃなき、ここまでがっつりオーバーサイズで作っているショットブルゾンって結構ねあんまりないと思う。というのもやっぱりセレクトショップのオリジナルとかって攻められないんですよ。それ何を言っているかというと、やっぱり攻めれば攻めるほど売れ行きっていうのが心配して、やっぱ保身に走ってしまうわけなんですよ。ただ今年はよりオーバーサイズに、かつよりトレンドの解説動画でも言いましたが、個性的なショートブルゾンが流行っていくんですよ。にもはかまらず保身に走ってしまったら意味がないんですよ。だからこそこれぐらい身幅が広く、ショート丈でがっつりとアームが広いものを選ぶことによって、差別化が図れて皆さんの購入というかおしゃれになるので、よかったらそちら気にしてみてください。でこちらのアイテムの価格なんですが、16,500円でございます。めちゃくちゃ安い。
それがおそらく、まあ、他のブランドさんとかでリリースするってなったら絶対的に2万円は超えてきます。ただリトムであれば1万6500円で買えちゃうので非常にお得かと思いますので、ぜひこちらのアイテムのリンクに関しましては下の概要欄に載せておくのでよかったらチェックしてみてください。で今ね公開初日に見た方は実はねまだ買えないんですよ。というのも今回ご紹介するアイテム全ては1月25日の22時から行われるリドムの2020年春夏の第1回先行受注会で販売されるアイテムなんですね。ですので前回のこちらの AW のですねアイテムに関してはわずか1分で完売してしまったところもございますので、ぜひねこちら数に限りがございますのでぜひなくならないうちにお買い求めいただければなと思います。ということでちょっと長くなっちゃってるのでガンガンいきたいんですが、次にこのアウターよりも少しだけお買い求めしやすい無地のダブルポケットブルゾンについてご紹介していきます。もう着替えちゃいます。いいですか、せーの、はい。ということでダブルポケットブルゾンに着替えてみました。いかがでしょうか。どちゃくそに可愛い。でですねこちらがグレーのダブルポケットブルゾンなんですが、アイテムの形だったりとかに関しては、まあ、先ほど散々説明したので、まあ、こちらの色味だったりとかあとは買い求めしやすさについて説明していければなと思います。というのもですね今年間違いなくトレンドなのがブラウンそしてベージュなんですね。でそしたらこちらのアイテムを着るだけでシルエットもトレンドらしさが詰まっているんですが、色味に関してもトレンドがすごく詰まっているので非常にこう今年間違いないショートブルゾンでございます。でこちらのグレーに関してなんですが、まあ、今年間違いなく皆さんブラウンのアイテムとかベージュのアイテム買っていくと思うので、それらのアイテムばっかしになっちゃうなって方はぜひこちらのチャコールゲットしてみてください。で着回しもしやすいし、かつ、まあ、以前の動画トレンチコートの時にも言ったんですが、男の格好さやさらに着回しもしやすく、かつトレンドに左右されない、来年も再来年もそのまた行く年も着ていけるぐらいに非常にこうパワーを秘めた色味なんですよね。ですので非常に悩むかと思いますが、ぜひお好きなカラー選んでいただければなと思います。さあ先ほど言い忘れたんですが、この丸み帯びたシルエットを、そしてこの広がっためちゃくちゃかっこよく可愛いシルエットをより格上げしてくれてるポイントがあるんです。それは何かっていうとこのゴムなんですね。このゴムを入れてることによってよりバルーンシルエット、ちょっとこう丸っとキュッとしたようなシルエットに仕上がることでアイテムの良さっていうのがよりグンと上がるんですね。ですのでそういった細かいこだわりについても押さえてご検討していただければなと思います。あとカフスというなんかこうシャツならではの袖口を採用していることによって、手で引っかかることによってこうちょっとこう袖口のこうたまりっていうのができて、まあ、散々僕秋冬に行ってきたんですが、袖口の部分でもトレンドらしいたまりっていうのができるんですね。今ご覧いただいているのがセットアップの合わせ方なんですけど、いかがでしょうか。非常にどちらも相性がいいかなと思いますし、今年間違いない合わせ方ですね。パンツ単体で使うこともできますし、さらにはブルゾンだけで合わせることももちろんできます。で先ほどもちょっとねコーディネート組んだんですが、ベージュのシャツとクロスキニと合わせるのもいいですし、さらには軽めのニットなどの上に着るのもいいですよね。っていうように非常に合わせやすいし、コスパもいいし、機能性もめちゃくちゃいいところで自信持っておすすめできるアウターでございます。で YouTube ならではの生地のより見ていただきましょうか。非常にシワのできにくいイージーケアな素材で、かつ見た目そして肌触り半端じゃなくいいですよね。なのですごく丁寧に作られたアイテムでございます。これはね間違いなくお気に入り、ぜひ皆さん早めのご検討していただければなと思います。で先ほどのガンクラブチェックブルゾンに比べて多少お買い求めしやすいです。というのも価格が税込み価格で14,300円でございます。はい、で非常に安く間違いないアウターがゲットできるかと思いますので、ぜひこちらも1月25日22時にリリースされますので、下の説明欄からぜひねお気に入り登録や会員登録などしてるとスムーズにお買い求めできますので、ぜひそちらチェックしてみてください。そしてパンツの解説いきます。はい、それでは次はですねテーパードアンクルスラックスについてご紹介をしていきたいと思います。今回は黒のスラックスもちろんございます。でですねリゾムからはテーパードアンクルスラックス出ていたんですが、今年よりアップデートを重ねて新たにリリースされたのがこちらのテーパードアンクルスラックスでございます。で先ほど、ね、結構セットアップはワイドにって言ったんですけども、アウターがワイドがゆえにパンツもワイドだとちょっとこうブカブカと、身長がよっぽど高い方とかだったら格好を着こなせるんですけども、平均のね身長とかもしくは160センチ台の方であれば比較的パンツは太すぎず細すぎないシルエットでセットアップ合わせることが非常に重要でございます。でそうした中でこちらシルエットめちゃくちゃ綺麗なんですよ。で真ん中にセンタープレスを入れていて、かつアンクル丈で非常にちょっと靴下が見えるぐらいの丈感でございます。さらに今年はですねこっちの方が見やすいんですが、腰回
周りのデザインが真ん中にボタンくるのではなく、ちょっとこう横にずらしたようなデザインとなっております。で、それはなんでかっていうと、セットアップって T シャツやシャツを出す合わせ方もあるんですが、タックインするケースがかなり多くなるなっていう想像だったんですね。で、その時に腰元がなんかこう普通だったらつまんないなと思って、なんならもうベルトなしでも格好がつくような差別化を図った形にしました。今回色味だったり素材感だったり、シワのできにくいところや、あとはこの腰周りの後ろのねデザインだったりボタンとかも気に入ってるんだけど、まあ、特に気に入ってるのはこの腰周りのデザインっていうところが非常に気に入ってます。こちらのデザインに関してはまあもちろんなんですが、黒そしてチャコールにも採用されてますし、こちらのガンクラブ側のスラックスにも腰周りのデザイン採用しているので、ぜひ新しいリドムのアンクルスラックス楽しんでいただければなと思います。さらにですね、今回ワンタック入ってるんですが、かなり、ね、深めにタック折り合わせているんですね。ですので、トイレルコールでも他のブランドでもスラックス出ていますが、細かいディティールがめちゃめちゃこだわられた唯一無二のスラックスなんですよ。というところで非常に気に入ってます。あとは合わせやすいカラーでしかもうリリースしていません今回は。ですので、ぜひね、どのパンツも安心して合わせづらいことは一切ないので、よかったらご検討していただければなと思います。じゃあ早速合わせていきたいと思います。せーの、はい。ということで、いかがでしょうか。めちゃくちゃシルエット綺麗でしょ。やばいでしょ、これに関しては。履いててこのもう内側がめちゃくちゃ肌触りいいんですよね。し、こちらですね、シワになりにくくかつ撥水性も兼ね備えたポリエステル 100% で、すごくね最先端の生地を使っているんですが、こちらマジで一瞬ウールって勘違いしてしまうぐらいね、非常に綺麗な色彩で、かつちょっとウールならではのメランチ感も生地にふんだんにこう再現しているんですね。なんで半端じゃなくクオリティの高いパンツでございます。いかがでしょうか。で、まあ、やっぱり黒が合わせやすいと思うので、せーの、はい。黒に履き替えました。いかがでしょうか。こちらのパンツであれば太ももが太い方でもくっきりと履けるので、そういった方にも非常におすすめしたいパンツでございます。いかがでしょうか。なのでデザインよし、機能性よし、そして着回しよし、そしてトレンド感よし、アイテムのコスパよしというところで、非常に魅力の詰まったアイテムでございますので、ぜひねこちら1月25日楽しみに待っていただけたらなと思います。で、こちらのアイテムの価格なんですが7700円でございます。セットアップで合わせられたり、さらに素材の良さ、そしてシリーズの良さを考えてめちゃくちゃ安いので、ぜひ皆さんにゲットしていただきたいアイテムでございます。でですね、最後にこちらのガンクラブ側のチックパンツ合わせていきたいんですが、こちらを合わせたコーディネートがこちら。セットアップではもちろんのこと、さらにはコートや、さらに黒のブルゾンにも使えますし、さらにはニットとチェックパンツ、非常に幅広いスタイリングが可能なんですよ。チェックパンツどこか難しい印象を持たれやすいと思うんですけども、こちらのパンツはチェックが、まあ、今透明に見たらチェック感ないじゃないですかっていうように、もうグレーのパンツとして使えるんですよ。で、着回しもしやすく、各素材もすげえこだわっていて、さらにはセットアップで使えちゃうというところで、今回かなりインスタグラムで、まあ、セットアップっていうところが非常に好評だったんですが、チェックのセットアップが特に好評でしたね。ですので、まあ、そういうところでも様々な目的で買う方が多くいらっしゃるのかなと思います。黒のパンツだとちょっとマンネリ化するから、アクセントとして買いたいって方もいるだろうし、セットアップで合わせたいって方もいるだろうし、トレンドのガングラブチェックをコーディネートに落とし込みたいって方も買うだろうし、っていうところで非常に大人気のパンツでございます。はい、というのは本日は最も注目されていたと言っても過言ではないリドムからリリースされるセットアップについてご紹介しました。そしてなぜセットアップがトレンドなのか、そしてセットアップを春に着る重要性について皆様にお話ししました。ぜひね、この春はセットアップで楽しんでいただければなと思います。そして1月25日にリリースされるアイテムのリンクに関しましては、下の説明欄に載せてあるので、よかったら下の説明欄からご覧ください。では皆さんからのコメントお待ちしております。次回の動画でお会いしましょう。以上、源氏の動画でした。ありがとうございました。